のくさんこんにちは。そうですね、大卒が役に立たないというふうには言いますけども、結構なところで、細かいところでね、結構役に立つんですよね。出会い系サイトなんてね、そのいい例じゃないですかね。やっぱりこのプロフィールで見るところって大卒の方が有利に決まってるんですよ。で、高卒と大卒、中卒と高卒と大卒ってそれだけ見たらどうでしょうかね。やっぱり多くの人が大卒を見るんじゃないかと思うんですよ。これは多分動かしようのない事実だと思うんですよね。で、その次に高卒でも中身がどうかな、大卒でも中身がこうかなで比較っていうのが始まるんですけども、最初のパッと見でクリックされないですね、まずね、大卒じゃないと。ですんで、いわゆる見た目が大事と言いますかね、着るものとかヘアスタイルとか表情とかも見た目ですし、プロフィールってのも見た目じゃないですか。それを掘ってみないと実際どういうふうに使ってきたのか、何に使えるのか分かりませんから。だからまずね、クリックしてもらおうと思ったら、そのプロフィールを整えること、これは別に出会い系サイトに限らずなんですけども、その面接に行く時もね、人と会う時でも、いや、とかく人っていうのはね、肩書きに弱いんですよ。これは肩書きに弱いのを全然バカにはできないのは、人っていうのはそういうものですからね。やっぱりこう他者に対する評価っていうのはそうなりますよ。で、自分もそういうふうな基準で評価されて、なんていうんですかね、そんなことじゃなくて人間性を見ろって言いますけども、人間性を見ていただくその前の段階で弾かれちゃうんで、見てもらえないんですよね。これはだからお互いにそうなんじゃないかなと思うんですよ。人っていうのは先入観に支配されてますから、その先入観をどう使っていくかだと思うんですよね。で、あとはその自分が大卒であることによって、一定の物おじしない精神っていうのが持てる人もいるし、そういう人は多いでしょうね。で、学歴がないことを劣等感を持って、それをね、なんかバネにものすごく大きな実績とか、誰もが目を見張るようなルートとか結果を出す人っていうのがいるんですけども、そうじゃない限り、同じ条件だとしたら、やっぱりその最終学歴っていうのにこだわる方が多いっていう現実はあるんじゃないかなと思うんですよね。でも実際あんまり関係ないといえば関係ないのかなと私は思いますけども、思うんですけども、現実が関係あるよと言ってるんで、認めざるを得ないかなと思うんですよね。ちょっと悔しいんですけどもね、やっぱ中卒高卒でものすごくね、名を上げる人はどんどん出ていってほしいですし、で、大卒でどうしようもない人っていうのはたまに目立つんですけども、でも人の先入観っていうのは学歴だったりね、あるんですよね。職歴だったりとかね、趣味だったりとかね、あるんですよね。だから人の先入観をよく理解して、その先入観を利用する意味でも、いい先入観を持ってもらおうかなと思ったら、そうですね、学歴、職歴、趣味の歴とか住まいとか、なんかいろいろあるんですよね、きっとね。隠居するとあんまり関係ないんですけども、社会の中ではそういうのが大事だと思いますんで。それからたった一つだけ決定的な違いがあるのは、世界基準で見ると大卒じゃないとつける仕事が限られているってのありますよね。ブルーカラー、ホワイトカラーみたいな、管理職って大卒じゃないとその選択肢すら与えられないんですよ。だから大卒学位っていうのを持ってない、学士って持ってないと、まずは一般労働から抜け出せないっていうのがあるそうですね。そういうふうな明確な有利不利っていうのは、グローバルスタンダードではもう確立しちゃってるんで、だからそういうふうに日本以外で働くことを考えるんだったら、日本以外で評価されることを考えるんだったら、もう必須だと言わざるを得ないかなっていうところですね。そうなんですよね。そのまずはそのステージに立たないと人間性も何も見てもらえないですからね。そういう冷たい現状があるということなのかなと思います。またね、ノクさん、いろいろ聞かせてください。